おはようございます。ドリキンです。いやー、今日ついに、今日が基調公演、アドビマックス基調公演本番です。やばい。おはようございます。動画撮ってたら。集合場所に遅刻中。おはようございます。すいません。遅くなりました。おはようございます。この松村さんのどこでも iPad 編集環境にちょっと憧れますけど。すげえガソリン臭いけど。これすごいことになる。爽やかな会場に向かってる途中ですが、ここを延々と会場向こうまで行かないといけないですね。H だかなんかまで行けって言ってました。朝食をとりあえず食べる。ウォール去年もあったけど、まだこのほぼ書かれてない状態っていうのが地味に貴重かも。おはようございます。フードコート的になってるところすごいな。これで1万人使用できるってことかな。極力荷物を減らしたいんだけど、いきなり、ああでもこのフーディーかっこいいかも。小暮さんの川流にハックを発見した。この手すり部分。さあ朝食なんだろう。これプレッツェルバンブレックファーストサンドイッチ。野菜ジュースが最近こっち来て作れないから、ここでフルーツ、あとはこういうパワーバー的な朝食。これ若干今着ている服にかぶってるけど、フードと帽子を朝いただきました。朝食開けてみたら、これなんだろう、これバーガーですか。バーガーっぽい。美味しそう。今回何でもサンディエゴに開催したって理由は、この1万人を収容できるね会場がね、そうそうなかったらしいです。 LA にはちょっと20分ぐらい早めに来ておいてよかった。もう今来たらもうすごい人数。いやーすごい人、何せすごい人ですね。のびさん早い。のびさんの方が早かった、結果的に。もっと早足だよね。今こうプレス列待ちです。日差しがすごい眩しくて暑い。そしてそんな中も黙々とビデオ編集する松村さん。会場がこれ撮れんのかな。すごい人です。のびさんがめっちゃツイートしてます。そろそろ始まります。プレスルームに来たんですけど、アドビの社長さんもう準備し頑張ってます。セッション終わりました。アドビ先生について質問できなかった。プレス用のランチエリアに、アドビのプレスルームになぜか男も。さあランチは何か違いがあるか分かんないですけど、今の今回のポイントをぜひ。まず先生と、あともう一つは、フェリックス、フィリックス、あと、ニンバス、ニンバスですね。ニンバスっていう、まあ、あれもだからニンバスもでも言ってみれば、あの先生の延長線上にあるわけじゃないですか。そこにデータがあるわけです。確かにデータをあのサーバーがまた取らないからいつ突っ込まれるかな。さあこれからパビリオンに移動します。
ちょっとそのパビリオン的なブースにこれから行くんですけど、ここはジンバル持ってくればよかったな。ここコミュニティパビリオンって言って、エクスポ的な感じでいろいろあのメーカーがブースを出してるんだと思うんですけど、できるだけね手ぶれしないようにそーっとターフェイススタジオを触る。これ初めてですか？初実物。おお、じゃあちょっと触ってみてください。このねベゼルも結構薄いし、ほんと指一本ないぐらいだし、おおすげえ。メニュー出てきた。And then scroll and step by step it actually deletes a fun video. 4K のビデオを今 YouTube で再生してて、おー長押しするとコンテクストメニュー出てきて、そこにいろいろボリューム操作とかいろいろ汎用のアプリでも使えるっていうことで、すごいあのアップルのキーボードに近い。そうすごいこの裏が完全にでもこの素材感とかすごい合成感あって、あこっちではビングマップ的な置いて、このなんか置くところにこのメニューが出てきて、デジタルがこう対応して、でこう長押しすると別のメニューが出てきてっていう。これいいな、気持ちいい。ルミックスブース見つけてしまった。すっかりあのルミックス信者になっている僕としてはここは吸い寄せられました。なんかこのなぜこのレンズが出っ放しなのかを説明しようとしてくれてます。きたー DJI ブース。ここはオズモコーナーと、あマビックがついに実物が、マビック飛んでるところ初めて見た。インスパイアはでか、初めてマビック見た。もう今更だけど、とりあえずいい加減早く出荷してくれって文句言いましたが軽くあしらわれました。ここアドビーストアで、ここでなんかみんなすげえ買い物してる気がする。みんなが買い漁っているクッション、草野さんも買いますか？いやベッドのスローピローにしようか。一番使うプロダクトは何ですか？イラストレーター。じゃあやっぱり人気ですね。あ、イラストレーターない。なんかね、なかなかノベルティグッズセンスがいいから欲しいんだけど、この荷物を減らしたい病、ドローン撮影用の専用の本がある。すごいな、ちゃんとこういう解説があるんだな。おー、これちょっと気になるな。電子版を探そう。あー、ドービー。ここら辺はちっちゃいところかな。 3D プリンターとかこれすごいな。ここでなんかみんなハンモックで、癒されるプース。このすげえ、これコクーンみたいになんかハンモックの中でみんな入ってる。あの昔よく愛用してたムーっていう名刺作るサービス、そういえば最近すっかり名刺を持ち歩かないけど、今回名刺がないことはすごい不便だったんで、また作ろうかな。この会場の雰囲気、DJI となんか対角線上に GoPro のブースがあるという皮肉さ。ちょっと GoPro ブースのカルマ見に行ってこようかな。 This karma? 思ったより全然でかい。でかいけど、まあ質感は悪くない。むしろあのこっちの方がいいかもぐらい。あのメーカー名を今お兄さんがいるからあまり言えないですけど、もうライバル機種に比べてあのビルドクオリティは高い気がするけど、でかい、だいぶでかい。なんかイメージ的には倍ぐらいでかい気がしますね。今日初めて GH4 のバッテリー使い切ったかもしれない。これ気に合わないけど、なんかすごい、これノウハで操作する系。ちょっと時間ないから後でまた試そう。これ本当はあのゲーミングラップトップのゲーミング PC の、 あのメーカーもやるべきだよね、松尾さん言うように。会場とりあえず一回りしてきたんですけど、ちょっとまだ完全には全部見て回れなかったんで、またちょっと時間があったらやってきます。ちょっとまたプレスルームに戻ってきました。次はアジア太平洋地域の、プレスブリーフィングが、この驚異的なスピードで記事を書き続けるブログマシーン、ネタフル隣に座っています。
right? We also have Misa Michi. Yes. So I think between the three of them. 初めての人結構いるって。マーラさん、クリエイティブクラウドの偉い人です。2つ目の質問なんですが、日本で、先生っていうと、よく Google 先生っていう言葉があるんですけど、例えばその Google 先生っていうのはどういう時に使われるかっていうと、分からないこととかできないことがあると、じゃあ Google 先生に聞いてみなよって言ってみんな Google 検索をするっていう行為をするんですけど、それとは何か関係があるんですか？The second question, but maybe it's a particular in Japan. So, I forgot.チェックデバイスを試しに行ってきます。こんな絵を描いてみましたが、これで脳波がどうなっているのかが分かりました。ちなみにね、こう先取れてなかったかもしれないけど、今こことセンサーの、あと後ろにもあるらしいんだけど、それを使って今脳波を測ってます。こういう人みたいになんかピカ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 してる人はストレスがあって、これ今僕のデータが送られてきたんですけど、ああ確かにお姉さん言ってたみたいで、最初の頃この、全体が透明になったり白くなったりビカビカしてるのはなんかストレス感じてるみたいな、このレインボーがぐるぐるしてるのは興味を感じてるから、かの関口あゆみさんが使っているティルトブラシですね。おお、朝ほとんどまだ埋まってなかったやつがもう一日でびっしりですね。超有名な YouTuber Hey Sara, are you YouTuber, right? Yeah, yeah. What's your name? Koichi. Nice to meet you. Yeah. すごい。Sara さんと YouTube しました。Make sure to subscribe to this video. Subscribe. Thank you. So nice to meet you. Thank you very much.